ラッと福島。こんにちは、シティ情報福島とのコラボ企画フラット福島です。今回お店を紹介していただくのはこの方に紹介していただきます。シティ情報福島編集部の国島です。国島さん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。じゃあこちらにお越しいただきましょうか。ありがとうございます。さあ、初めて男性の編集部の方に来ていただきました、はい、国島さん、よろしくお願いします。今月のシティ情報福島のテーマは何でしょうか。はい、福島の人たちが好きな丼を、はい、このコーナーでは福島のタウン誌シティ情報福島に掲載されたおすすめのお店をご紹介します。シティ情報福島はグルメ、美容など幅広いジャンルの情報を掲載。福島市、米沢市内の書店または一部のコンビニで販売中です。福島にお出かけの際はぜひご活用ください。で、その中でジャンル別に投票したみたいなんですが、はい、一番福島の人が好きな丼のジャンルは何だったんですか。ズバリ1位がカツ丼になってました。カツ丼、はい、国島さんはカツ丼です。大好きですか。はい、ということで今日お邪魔しているのはもう僕のもう右手にありますが、ずらっとこうありますけれども、福島市松川町にありますカツ亭さんにお邪魔してます。国島さんがなんかここに何年ぐらい通ってらっしゃるんですか。そうですね、もう家が近くなので、うん、そうそう20年以上。もうだからシティ情報の情報は、はい、カツ亭に関しては全部国島さんが。そうですね、基本的には。じゃあ今日はもちろんカツ亭のおすすめメニューなんですが、国島さんの勧めるメニューも食べられると、はい、いうことなんで、はい、じゃあ早速お願いします。よろしくお願いします。福島市松川町にあるカツ亭は JR 松川駅から車で3分、国道4号線沿いにあります。入り口にはいろりがあって、懐かしいゲームマシンなども置いてあるので、入店待ちの時間も楽しめそうな心遣いです。広い店内にはテーブル席やお座敷があり、ご家族でもくつろぎながらお食事ができるのが嬉しいですね。大きな離れもあるので宴会にも便利です。カツ丼といってもいろいろありますよ、はい、あの卵とじ、はい、あとソースカツ丼、はい、ありますけれども、国島さんのおすすめなんでしょうか。はい、今回はですね、辛味噌カツ丼ということで。辛味噌カツ丼、はい、ご用意させていただきました。それがなんとこちらにあります。はい、じゃ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 んじゃん、辛味噌。はい、まずは鹿児島県産のもち豚に軽く下味をつけ、小麦粉、卵、パン粉とつけていきます。お肉に衣をまとわせたら油に入れて揚げていきます。特注の機械でサクッと香ばしく二度揚げ製法で揚げていきます。カツを食べやすく切って、オリジナルの特製辛味噌だれをかけて白髪ネギを乗せたら完成です。もともとちょっと甘口めの、うん、自家製のブレンド味噌だれがあるんですけれども、そちらに自家製で作っている韓国の万能調味料というのがありまして、はい、そちらを混ぜ込んで作っている味噌カツになっておりますので。わ、お肉も分厚いっすよこれ。 120g。 いただきます。もうよだれが出てきちゃって。国島さん、うまい。そのお米もうまいですね。そうですね、お米も地元の農家さんから直接仕入れてるものですので。辛味噌って言ったからもっとね、はい、辛さが強いのかなと思ったけど、ピリ辛ぐらいですね。そうですね、すごく甘みもちょっとあって、うん、まろやかな感じで味わえるので、はい、でしかもさっぱりしてます。多分これじゃ国島さん満足しないんじゃないですか。はい、そうですね、私はちょっともうちょっとガツンとしたものが。さらにさらにこうですね。国島さんがおすすめする、はい、ま、メニューもあればもう一つぐらい、はい、薩摩熟成のロス、あ、ヒレカツ丼ですね。ヒレカツ定食。ヒレカツ定食、はい、これもがっつり量ありますよ。はい、こちらも 40g のヒレカツが4枚入っておりますので、はい、ヒレカツ以外は全部おかわり自由。はい、ご飯も味噌汁、おしんこまで全部。じゃ早速いただきたいと思いますが、はい、これおすすめの食べ方があるということで。はい、そうですね、はい、こちら手前側にお塩があると思うんですけれども、はい、左側のこちら、あ、白い方が沖縄のアグニの塩、うん、こちらが玄米塩ですね。で、国島さんどっちおすすめですか。
そうですね、まずはやっぱりこちらのアグニーの塩の方で。アグニーの塩、はい、ちょっとさ、これ高級なお塩なんですもんね。そうですね。柔らかっ。お肉も美味しい。そうですね、こちら鹿児島県のもち豚を熟成させているものなので、すごく香りも風味もあって柔らかくて美味しいと思います。衣もサクサクじゃないですか。はい、じゃあちょっと今度は玄米塩をつけていただきたいと思います。粗塩と、玄米、はい、いったもの、はい、これはまた違いますよ。そうですね、香ばしさがあります、塩にね。あ、2種類楽しめて、はい、でまたソースにつけて食べてもいいし、はいはい、これは進みますわ、はい、いろんな味で楽しめるので、うん、はい、読者アンケート通りカツ丼は最強でした。カツ亭の美味しいカツ丼食べてみてくださいね。ごちそうさまでした。今回のプレゼント、はい、お願いします。はい、こちらの番組を見たという方ですねに、こちら定食食事をされた方に、ドリンクとミニパフェのセットを、プレゼントさせていただきます。ということで沖玉の皆さん、今回は20年このカツ亭に通い続けている男国島さんにおすすめの丼ぶりと、はい、そして定食を紹介していただきました。ぜひ皆さんカツ亭お越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。国島さんにも会えるかもしれません